皆さんおはこんばんにちは、ヒトポンです。今回は動画で見たけど、いまいちどういったアブノーマルなのかわからないって方のための動画です。今回紹介していくのは一番安全なザイン。ザインはアブノーマルの中でもあまり脅威ではないですね。どちらかといえば恩恵をもたらすことが多く、狙って収容することができれば管理も楽になると思います。ただ、比較的に安全で利益があるというだけで、何をしても大丈夫なアブノーマルは珍しいと思います。というわけで本題、今回紹介するアブノーマルはこちら、O0303、O0981、G0997。最初に紹介するのは管理人なら絶対最初に管理することになるアブノーマル。たった一つの罪と何百もの善、生成される最大エネルギーは10。まあ脅威度がザインのアブノーマルは基本的に最大生成エネルギーは10ですね。このアブノーマルは愛着を好みます。それ以外だと洞察が作用レベルが2以下で高い反応を示しますが、本能、抑圧はレベルに関わらず高い反応を示すことはありません。このアブノーマルは非常に弱いホワイトダメージを与えてきます。特に耐性のない防具のレベル1職員でも安全に管理できるレベルなので特に気にすることはないと思います。次はこのアブノーマルの特殊能力について、忘れられた罪は罰をもたらす。ちなみにここの能力名についてはレガシー版を参考にしてます。たった一つの罪と何百もの善。略して罪善さんと呼びますが、この罪善さんは独立した能力を持っていまして、作業結果が良かった場合、作業した職員の精神力が回復します。さらに PE 僕が10個、すべて違反定で作業が終わった場合ですね。その場合は罪善さんが収容されている所属部門の全職員の精神力が回復します。そしてもう一つの能力なんですが、が脱走してる時にだけ発動する能力です。この時、罪善さんへの作業は全てに変わり、作業ができるのはのみです。続いては O0981、強制の鏡です。ツール型のアブノーマルの紹介は話そうと思うと長くなりますが、今回は超簡単に説明しますね。調整の鏡は職員のステータスをランダムに変更することができます。例を挙げるとすると、こういったステータスの職員がいたとします。その職員が調整の鏡を使うとランダムにステータスが変わるので、こうなったりする可能性があるってことですね。もちろん全てのステータスが固まったりとかもするので本当にランダムですが、そしてこのツールを使用するときに気をつけるべきなのは、1日に同じ職員が複数回このツールを使うと、ステータスが減少します。すべてのステータスが減少するので1日に複数回使うのはやめておきましょう。今回最後のアブノーマル、O0981、古い信念と約束です。こいつもツール型アブノーマル。ものすごく簡単に言うとこいつは武器の強化を行います。ただ初期装備である警棒は強化することができないので注意してね。クリフォト暴走は抑えれるので問題はないですが、このツールで強化された武器は最小ダメージと最大ダメージが増加します。要するに平均的なダメージが増えるってことですね。さらに武器の元々のダメージが大きければ大きいほどダメージの増加率が増えます。ただ、このツールを使う時の注意点としては、低確率で武器の強化が失敗し、そのまま武器が失われることですね。しかもその時にちゃっかりセーブをされるので、1日をやり直しても武器は消えたままになります。しかも1日が終わると強化された分は失われるので、あまり積極的に使う人はいないんじゃないでしょうか。というわけで今回はここまで、次回からは脱走するアブノーマルも紹介していくよ。個人的な独断と偏見で脱走脅威度とか鎮圧難易度をザインからアレフまでの判定で出してみるつもりです。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。